今観光業界で注目されているのがエコツーリズムという考え方です。その土地の自然や歴史文化などを楽しく学んでもらうことで結果的に保全にもつながるという仕組みです。富士山麓でこのエコツーリズムに力を入れてきた施設が今日日本の魅力を海外に発信する有力な取り組みと認められ表彰されました。日本のブランド力を海外に知らせる国の取り組みクールジャパン戦略の表彰式。ムービー部門準グランプリマウント富士里山バケーション&エコツアーズ。準グランプリとして表彰されたのが富士宮市の新谷正則さんです。300近くの中で4つでしたっけ選ばれたというのはちょっと驚きましたね。新谷さんは富士山麓のグランピング施設マウント富士里山バケーションの代表を務めています。里山バケーションとは、いろりやタンスなどを置き、かつて別荘として使われていた建物を古民家風にしています。薪割りなど、里山の生活も体験できます。日本の文化とか富士山の無形文化、まあ、この価値をこう紹介するっていう上で、できるだけ里山で里山文化を紹介したいなって思って作った施設なんですよね。Our concept is wa. It means harmony in Japanese. こちらが今日準グランプリを受賞した映像。富士山麓の自然や文化を体験できるツアーを紹介した動画が日本の魅力を世界に発信していると評価されました。Mount Fuji has a lot of it's beautiful nature. It's beautiful.Volcanic mountain, but has a lot of story behind it. And that's why I love Mount Fuji. このツアーには富士宮市の歴史や文化に触れられるコースもあります。富士宮いいよねとか、富士山すげえいいよねって言ってもらうのが僕は観光だと思うので、そういう意味では必ず地域の人と出会う。ヒーローみたいな人いっぱいいるわけですよね。地域の文化を守ってる人たちが、まあ、そういう人を紹介して、その人たちがすごい良かったよねって言ってもらって、またみんなに会いたいって言ってもらうような観光をしたい。今回の動画でも紹介されている和菓子店です。創業50年を超える老舗が和菓子作りのコツを伝授します。そうです、乗せていただいて、この下から上に持ち上げていくように、はい、外国の方もすぐに積み上げることができます。この和菓子店にはツアーに参加した海外からの客400人以上が訪れています。外国の方にこう改めてこう楽しさを通じたりする上で、自分もその和菓子を作るモチベーションというか、どんどん作りたいなという気持ちが湧いてくるので、もうよりいろんな種類を作ってみたいなというふうに活力が湧いたりとかっていうのはありますね。浅虫製法がこだわりの老舗製茶店です。品種としてはさえみどりというお茶なんですけれども、うちの茶畑です。地元産の富士宮茶を飲んでもらい、海外に富士宮を PR します。あまり名前がね、海外では知られていないと思うんですけれどもね、富士宮のお茶を飲んでいただけるってことはもう本当にもう嬉しいの一言ですね。ありがたいです。富士宮の人たちを巻き込んだインバウンドツアー、この先大切なこととは。観光によって環境が悪くなったり地域が悪くなるってことはありますので、まあ、そのあたりのセンシティブなところを意識しながら、どんなお客様に来てほしいのかっていうのを考えていくのが、まあ、富士宮静岡、まあ、日本が考えることかなとは思ってます。